福岡県弁護士会は日本に50にある弁護士会の一つである。福岡県内の法律事務所に所属する弁護士約1300名が所属している。1893年5月に3つの大現任組合が結成した福岡地方裁判所所属弁護士会が全然未である。その後、福岡弁護士会、福岡県弁護士会と編成し、現在の組織となった。 1990年には全国に先駆けて当番弁護士制度を発足させた。また、2001年には全国に先駆けて当番、付き添い人制度を発足させた。2019年1月、福岡市中央区六本松に新弁護士会館が、竣工、同年2月から業務を開始した。福岡県弁護士会では、地域に応じて4つの部会が設けられている。 福岡県弁護士会が運営している法律相談センターは福岡県内に18カ所ある。2011年3月に ADR 法に基づく裁判外紛争解決手続きの実施機関として法務省から認可された。対象とする紛争の分野、種類、範囲は民事に関する紛争で、手続きの実施場所は天神弁護士センター、北九州弁護士会館。 筑後弁護士会館である。弁護士会別会員数。日本弁護士連合会。2020年5月2日閲覧。弁護士会外用福岡県弁護士会福岡県。弁護士会福岡県弁護士会。法律相談センター。ありがとうございます。